ノードインノースマンノールダインノースマンはカナダの単発のブッシュプレーンである。膠着装置は車輪、スキー、フロートに交換できるように最初から設計されており、世界各地で使用された。アメリカ陸軍でも UC-64A として使用した。オランダ生まれでフォッカーやアメリカのベランカやピットケンスイエバで設計を行ったロバート B.C. ノードインが カナダのモントリオールに1933年に創立したノードインエアクラフトリミテッドで製作された。高翼の単容機でノールダインがフォッカー時代に設計した機体と同じく交換溶接構造で木製のストリンガーとハフバリの胴体と大部分が木製ハフバリの翼を持っていた。主脚の車輪は2本のボルトで固定されフロートやスキーに交換可能であった。お足も 車輪とソリに交換できた。ライトホワールインドエンジンを搭載した。最初のノースマンはフロートをつけて1935年11月14日に初飛行しドミニオンスカイウェイズに売られ、1936年1月18日に CFA よとして登録され、アルクトールスと命名された。この機体は1941年にワーナーブラザースに貸し出されジェームズ・キャグニー主演の映画、 キャプテンズ・オブ・ザ・クラウズで使われた。頑丈で信頼性の高いノースマンは着実に売れた。CFAU はノースマンマーク I の形式名が与えられ、次の CFBAU は認証試験の結果からいくつかの改良が加えられ、エンジンは 420HP のホワールインドエンジンから 450HP の プラットホイットニーワスプエンジンに強化され、マーク2の形式名が与えられた。その後作られた3機は、マーク3の形式名で、マッケンジーエアサービス、ストロットエアウェイで使われ、最後の1機は1937年にエンジンを、ワスプ S3H-1 に換装して、マーク4のプロトタイプとなった。マーク4が最終的なモデルとなり、第二次世界大戦の回戦によって、 数百機が生産されることになった。1940年までに商業航空会社とカナダ山学警察隊に17機が販売された。第二次世界大戦の開戦によってカナダ空軍が無線通信と広報訓練のために38機が発注した。アメリカ陸軍がアメリカからヨーロッパへ空輸する航空機のためにグリーンランドに設置する施設の調査のための ブッシュプレームを求め、カナダ空軍向けの6機が、評価用に、アメリカ陸軍に送られた。1941年末、アメリカ陸軍向けに改造した YC-64A の購入が決定された。アメリカ参戦後に C-64A が発注された。軍用改造としては、燃料タンクが増設された。百四十二年半ばから、引き渡しが始まり、 749機の注文を受けた。アメリカ陸軍航空隊は、主にアラスカなど、北、アメリカで運用し、アメリカ海軍も3機の UC-64A を JA-1 として使用した。6機の C-64B 水蒸気が陸軍の航平部隊などで用いられたの。連合国からも43機を受注した。カナダ空軍も34機を追加発注した。 アメリカ陸軍からの大量発注のためにエアロン化、エアクラフトでの1943年までに600機のライセンス生産が行われた。有名な音楽家のグレン・ミラーが行方不明になった時に乗っていた機体でもある。戦後は製造権はカナダカーファウンドリーに売却され民間向けのマーク V やエンジンを強化し金属翼にし荷物質を拡大したマーク7を開発したが マークセブンは生産されなかった。キャンカーの工場の1951年火災で、マークセブンは失われた。1953年に、ロバート B.C. ノードインを代表とする資本家グループが、キャンカーからジグ、設備を買い戻し、ノードイン・ノースマンエアクラフトリミテッドを設立した。1959年にノールダインは、ボスルが事業は継続され3機のマーク v を製造した。 1982年に資産は農庫アソシエーツに売却され、農庫は機体のサポート事業だけを行っている。1959年1月に最後の機体が引き渡され、903機のノールダイン、ノースマンが製造された。ありがとうございます。